こんにちは、ミニマルです。今回はセザンヌのクッションファンデーション2種の比較をしていきます。セザンヌのクッションファンデは2023年にクッションファンデーションというシンプルな名前のアイテムが発売になっています。で、2024年3月にシフォンフィットクッションファンデーションという別のクッションファンデが発売予定になっています。先行販売でシフォンフィットクッションファンデーションをゲットしましたので、2種類の比較をしていきます。まずパッケージに書いてある情報を比較します。去年発売の方はツヤ肌続くピタッと密着薄膜カバーと書いてあります。下にナチュラルグローファンデーションっていう風に書いてあるので、ナチュラルめのグロータイプだということです。で、裏面を見るとツヤ肌仕上がりで5種類の保湿成分と高保湿オイルを配合、あと単品使用の場合石鹸で落とせると書いてあります。今年発売の方は柔肌マット高カバーメイク持続と書いてあります。で、裏面を見ると崩れにくく軽やかな薄膜セミマット肌続くと書いてあります。で、5種類の保湿成分配合と書いてあって、で、水汗こすれに強い化粧膜をフィックスするメイクキープ&コート成分配合でつけたての仕上がりが続くと書いてあります。で、表示を見る限り去年のものはナチュラルグローで石鹸で落とせて、今年のものは高カバーでセミマット仕上がりで水汗こすれに強いという違いがあるのかなと思います。で、反対に今度共通点なんですけど、薄膜仕上がりっていうのは両方に書いてありますね。SPF50、PA4+ っていうのも共通しています。で、あとフリー成分がたくさんあって、無香料、タール系色素不使用、無鉱物油、アルコールフリー、紫外線吸収剤不使用、パラベンフリーと書いてあります。苦手な成分がある人にとってはとってもありがたいですよね。で、脂性肌の私が個人的に苦手な酸化亜鉛も表示成分にはなかったです。酸化亜鉛はそれ自体悪い成分ではないんですが、油を固める性質があるらしく、脂性肌の私の場合毛穴が詰まりやすいので避けています。で、パッケージはこんな感じで、去年発売の方はセダンヌートだけ書いてあって、今年発売のシフォンフィットはシフォンフィットっていう風に書いてあります。パッケージもシンプルですごく可愛いかなと思います。で、中は普通のクッションファンデっていう感じで、こんな感じになっています。雫型のアフがついています。で、私が買ったのは両方とも00番です。色を見ていきます。両方とも明るめの00番っていうのにしたんですけど、去年発売の方がオレンジっぽさがあって、で、今年発売の方の00番の方がちょっと黄色みがあるかなっていう気がします。ちょっと薄めてみると、でもやっぱりちょっとオレンジかなっていう気がします。ではメイクをしていきます。私はこちら側にシミがあるので、カバー力の高いシフォンフィットをこちら側につけます。で、こっちはあんまりシミがないのでカバー力はそこまで強く言ってない去年発売のクッションファンデの方をつけていきます。スキンケアはこんな感じで済ませてあります。既存の方から塗っていくと、このぐらい取って蓋でちょっとなじませてからつけます。カバー力を高めたいところにちょっと私は置いて、それから周りになじませていきます。意外と伸び広がらないかもしれない。さっきぐらいの量でやるとちょっとカバー力が物足りないかなって思います。ちょっとこの面を使うとクッションファンデが不衛生かなと思うので、こっちのまだ使ってない面をもう一回タッチして塗ってきます。このぐらい今回取りました。で、こんな感じでちょっとツヤがあります。ちょっとツヤがあるけど割と薄膜仕上がりで、保湿力がめちゃめちゃ高いタイプではないから、ほうれい線のあたりとかこの辺のたるみ毛穴はちょっとシュワシュワっとしてるかな。私がもしこれを普段使うんだったら保湿系の下地を塗ってからこれを重ねたいかなって気がします。液がすごくみずみずしくて伸びやすいとかってわけじゃなくて、割とその場に
とどまるかなっていう気がして、まあ、本当にちょんってつけていっぱい伸ばせるみたいな感じじゃなくて、割とそこそこたっぷり取って伸び広げるって方がなんか塗りやすいかなって気がします。シフォンマットの方いきます。さっきと同じく取って、あ、こっちの方がたっぷりつくかも。ちょっと蓋でなじませてから塗っていきます。パフでワンタッチした量で塗るとこのぐらいのカバー力です。でもやっぱりもうちょっと足したいので、さっきのここを使って塗ってきます。そこそこ多く取っちゃってもいいのかもしれないですね、このファンで。うん、もうちゃんと重なる感じはする。ちょっとさっきあんまり塗れなかったおでことか中心に行こうかな。なじませにくいので、雫型をちゃんと雫型に持ってやります。うん、塗り終わりました。結構カバー力高いと思いました。結構カバー力高いし、仕上がりも綺麗な気がする。ちょっと色が私の肌色よりもちょっと明るく感じるかな。こっちの方が肌に馴染んでるんですけど、こっちだとちょっと白いなっていう気がします。チークとかシェーディングとか入れたら馴染むと思うんですけど、まあ、そんな感想を持ちました。で、触った感じ、まあ、少しペタペタしてるかな。どっちも同じぐらいペタペタしてる気がします。うん、両方ともなんかそこまでめっちゃ乾燥するっていう感じはなくて、でもこのまんまだと私多分ペタペタ感が気になっちゃうので、ちょっとパウダーをします。とセザンヌ縛りにしときます。セザンヌの毛穴レスパウダークリアっていうものですね。もう結構使ってて底見えしてます。なんでそんな使ってるかっていうと、メイクの仕上げっていうよりも夜のスキンケアをした後に顔がベタつく時にこれを使ってます。24時間使っていいよっていうタイプのパウダーなので夜も使ってます。肌にはそこまでいいわけじゃないと思うんですけど、でもベタベタのまんまで寝るともう睡眠もの質も良くないと思うので、私はナイトパウダーとしても使ってます。ブラシに最初につけた方が多くつくので、 T ゾーンでフェイスラインで頬っていうぐらいにつけてます。もうちょっとつけます。パウダーもつけたところはこんな感じです。アップで見るとこんな感じ。なんかちょっとパウダーをするとシミが透けてきたような気もしなくないけど、ちょっと私のパウダーの仕方が良くなかったかな。まあ、でもこのまま様子を見ていきます。メイクして10時間後です。テカってるけど、どちらも汚くは崩れてない気がします。ちょっとカメラでわかるかは微妙ですけど、去年の発売のクッションファンデの方がテカリ感が強いかな。グロータイプだからっていうのもあるかもしれないけど、鼻のテカリ具合とかも鼻の下のテカリ具合とかもちょっとこっちの方が強いかなって気がします。で、こっちもテカってるし、若干この辺がなんでかハゲてる感じがするけど、両方ともハゲてる感じがするけど、でも汚い毛穴落ちとかはなってないかなっていう気がします。じゃあ皮脂をティッシュオフします。どちらも皮脂とファンデがついてるかなって思いますけど、そんなにがっつりはティッシュに色がついてないかなと思います。ティッシュオフすると鼻だけ見ると、去年の発売の
クッションファンデの方が毛穴落ちしてるかな。ティッシュオフすると毛穴落ちするって感じがしますね。なんかティッシュオフしない方が綺麗かも。テカってるぐらいの方が綺麗かもしれない。シフォンクッションの方が毛穴落ちしてないですね。ほうれい線のあたりの乾燥感もなんかグローの方がなんかちょっと乾燥してるように感じるんですけどね。でこっちのほうれい線のあたりの方がたるみ毛穴が目立たない気がします。こっちの方がなんか目立つ気がする。じゃクレンジングをしてどれだけカバー力が残っているか見ていきます。まず去年の発売の方から。結構カバー力残ってる気がします。ファンデーションはこんぐらい取れました。で今年発売の方を見ていきます。結構両方ともカバー力も残ってると思いました。今日はマスクをして1時間半ぐらい過ごしたので、マスクへのつき方とか肌の崩れ具合とか見てみたいと思います。こんな感じ。こっちがシフォン、こっちが去年発売のクッションの方なんですけど、やっぱ鼻周りは取れちゃってるかなっていうのと、あと頬のところも擦れてるから取れてるかなっていう感じがします。どちらかっていうとやっぱりあのシフォンの方がついてなくて、去年発売の方がついてるかなと思います。で肌は今日昨日と反対につけてるので、こっちがシフォンフィット、こっちが去年のセザンヌ。やっぱりちょっと擦れるとどうしても毛穴落ちとか擦れによって取れる感じはあるかなと思います。でこっちの去年発売のクッションの方がやっぱり擦れによって取れてる部分は多いかなって思います。でやっぱりマスクの呼吸によってファンデが浮くような現象は両方に起こってます、でメイクしてから5時間ぐらいなんですけど、やっぱりマスクをすると全体的に崩れが結構あるかなとは思います。でもこれはセザンヌのクッションに限ったことじゃなくて、どのブランドのクッション使ってもマスクして2時間ぐらいすると私の肌だと崩れるかなっていう感じがあります。マスクしない人だとすごく使えるかなと思うんですけど、私はメイクがもともと崩れやすいので、その上マスクをしなきゃいけないって日だったら、ちょっとこのセザンヌのクッションは使わないかなって気がしています。これでもマスクがない日だったらすごく使いやすいかなって思ってます。ではレビューしていきます。両方ともざっくりお話ししても、やっぱり1000円とは思えないクッションファンデで、両方とも優秀だと思います。下地なしでも仕上がりは綺麗で、時間経過も汚くなくてプチプラ で多くの方にとって使いやすいファンデだなと思いました。しかも両方とも無香料、メイク後に毛穴が詰まる感じもなかったです。でじゃあこの2つを比べて私的にどちらが好きかっていう話をしていくと、今年発売のシフォンフィットの方が好きです。去年発売のものも1000円とは思えないくらいいいんですけど、今年発売のものの方がこんなところがいいかなと思いました。シフォンフィットの方がフィット力が強いです。メイク崩れが気になる姿勢肌さんならシフォンフィットの方が快適かなと思います。00番はシフォンフィットの方が白いです。同じ00番でもシフォンフィットの方が白くて、くすみが気になる方にはシフォンフィットの方がいいかなと思いました。つけたてはシフォンフィットの方が白いなと思ったんですけど、メイクして10時間後に家族にどっちがいいと思うって聞いたら、シフォンフィットをつけている方が色が綺麗だって言われました。去年のクッションの00番をつけている方がくすんで見えるって言われたので、くすみたくない方は明るめのシフォンフィットの00番の方がいいのかなと思いました。一番その方の肌色に合ってるのがいいとは思うんですけどね。既存のセザンヌのクッションではシフォンフィットの00番が一番白い方かと思うので、白いのがお好みの方はシフォンフィットの方が合うかなと思います。あとシフォンフィットの方がカバー力の濃淡がつきやすいと思いました。両方とも薄膜カバーなんですが、シフォンフィットの方が重ね塗りでカバー力がアップするっていう実感がありました。
で、そんなこんなで私的にはシフォンフィットを愛用したいなと思いました。で、次に気になった点なんですけど、気になった点って私のメイクの仕方なんですが、私はメイクしているパートでワンタッチで取れるファンデの量が少なめに感じていて、もっとパフに多く取ってメイクしてもいいかもってお話ししていました。でもその点は訂正したいなって思います。少量ずつつける方が仕上がりが綺麗だと思いました。10時間検証した翌日に不精してクッションにパフをギュギュって押し付けてババッとメイクしたんですね。そしたらすぐに毛穴落ちしたんですよね。で、調べたらセザンヌのクッションはつけすぎを防止するためにあえて固めのクッションを採用しているそうなんですよね。だからせっかくブランド様がそういう風に工夫してくれてるのに、無理にドパッてつけるとやっぱり仕上がりが綺麗じゃなくなるってことはあるかなと思います。だから無理にドパッとつけずに普通にパフに取れる量でメイクした方がいいです。気持ち、あれなんかパフに取れるファンで少なくないって思いながらちょっとずつつけるくらいが綺麗に仕上がりやすいかなと思いました。特に私みたいに毛穴落ちしやすい人はパフに少量をつけて毛穴落ちしにくい場所から塗布して少量で全顔を一旦仕上げてみる。で、それでどうしても物足りなかったらまたパフに少量ファンデをつけて毛穴落ちしにくい場所につけるっていう流れがいいかなと思います。で、毛穴落ちしにくいクッションファンデの塗り方は別に動画をまとめてありますので、よかったらご覧ください。あと日焼け止めは仕込みたいなって思いました。製品自体は、SPF50PA4+ っていう日焼け止め数値は十分にあるんです。でも薄膜仕上がりな分ファンデだけだと日焼け止め効果がちょっと薄いかなっていう気がしました。私の場合皮脂崩れしやすいので日焼け止め効果があって皮脂崩れ防止系の下地を仕込んでメイクしたいなって思いました。はい、で、いろいろお話ししましたが、セザンヌのクッションファンデは両方とも1000円前後で発売されているもので、本当に1000円とは思えないぐらいいいクッションファンデだなと思いました。私的にはこのシフォンフィットをこれからも使っていきたいなって思っています。こんな感じでこのチャンネルでは購入品のレビューや私なりのメイクのコツをお話ししています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。いつもありがとうございます。どうぞお気軽にコメントしてください。ではではまた、バイバイ。